裂け、海が山となる。凄まじい破壊の後、全能なる神は目覚め、この星の生命を新たなる世紀に導くだろう。しかしその前後、魔獣たちは大いなる戦いを起こし、大地は鮮血で覆われる。人、それを魔獣戦線と呼ぶ。すぐにあそこが私の住居になる。大臣がお待ちかねです。早速ご案内いたします。済みました。これだけか。これで本当に神になれるのか。はい、セミマル閣下の体内には神の遺伝子を持つ万能細胞が注入されました。あらゆる器官に成長する万能細胞は体内の細胞と入れ替わり、セミマル閣下を遠からず神と等しい力を持つ新人類、つまりニューマンへと進化させてくれるでしょう。これはまさか、こんなに早く進化が始まるとは。閣下、セミマル閣下がこの国を、いや世界を手中に収めた暁には、お約束通り私を。なるほど、これが神の力か。誰かいるか。はっ。ロックウェルを監禁しておけ。閣下、安心しろ、お前はまだ必要だ。生かしておいてはやる。それは軍の研究施設で預からしてもらう。いずれ私に忠実に従う神の軍団を作り上げるためにな。連れて行け、裏切り者。ケースは例のところに。車新一は確実に抹殺せよ。私以外に神はいらん。早く屋敷に帰ってばっちゃんの作ったあんころ餅食いて。他の皆さんは？あいつらは一足先に屋敷の方に帰ってるさ。なんせ猿より素早い奴らだ。どうした？待て。
よ。あれは。ここにいろ。俺の家の方から煙が上がってんだぜ。放っておけるかよ。なんと、なんだ、あ、なぜ来るかよ。顎が、はっこえか。富三郎、お前は綾香を守れ。え、いいな。ああ。これは、誰がこんなこと。新一様。クミラ、何があったんだ。新一様、すぐにここからお逃げください。しっかりしろ。誰にやられた。車玄三の手先か。いえ、敵はこの国の、この国の軍隊。あ、クミラ。クミラ新一、発見。抹殺命令が出ている。了解。三号町において一度は新一を確認しましたが、抹殺には失敗しました。しかしアイソトープマーカーを打ち込むことができましたので、今後の衛星による追跡はよりスムーズになります。逃がすな。そして確実に消すんだ。目標を細ぐ。時速200キロで南下中。どこに行ってたの、彩香ちゃん。富三郎さん、あんころ餅食べたがっていたから。あ、うん。食べないんですか。いや、いただきます。ばちゃんのあんころ餅はうまかったな。くそ、なんでみんな死んじまうんだ。俺の好きなやつは全部いなくなっちまった。お前のせいじゃない、俺のせいだ。ここで別れた方がいい。待て、なんでわざと目立つように動いてると思う。俺たちを襲った奴らにしても、もし街中だったらあんな真似はできなかったはずだ。それはどうかな。何か、どんな悪さをやっても全部闇に葬っちまえるような権力者いるってのか。そんなバカな。これはあんまりだ。畜生。何してるんです。すぐ列車を止めやがれ。そんな、できません。みんなを助けなきゃ。もう無理だ。みんなを助けられなかった。飛び降りてなきゃ俺たちもやられてた。あいつらこんな派手にやりやがって、バレることが怖くないのか。おそらくな。そんな、誰が。全てを自分の思うがままにできる力を持つ者。来間玄三か。いや、奴に国の軍隊を動かす力はない。全知全能なのは神のみ。神を気取っている化け物がどこかにいるかもしれねえぜ。盗み出された神の遺伝子を探し出すんだ、ハンナ。私が。神の遺伝子の一部を取り込んだお前なら分かるはずだ。持ち去られた遺伝子と感応し合うことでな。そのために感覚器官を鋭くした探索用のニューマンとしてお前を作ったんだ。
神の遺伝子の香り。でももう一つ別の香りが。回収したのは神の遺伝子だけではないと。はい、一度だけこの匂いを嗅いだことがあります。なんだ。資料として残されていた天外マリアの衣服の匂いと同じです。マリアの、これがマリアの血だというのか。この血があれば神を目覚めさせることができる。神を目覚めさせることができる。本日午後1時頃起こった東北高速列車に対する国籍不明機の無差別攻撃は国民を恐怖に陥れております。セミマル国防大臣はいち早く会見を開いております。我々全国民はこの度の暴挙を恐れるばかりでなく、怒りを持って立ち向かっていかねばなりません。聖書にもこうあります。罪を犯せし者にはふさわしい報酬を与えねばならない。報酬とはすなわち死をもって償わせることであります。大臣、大臣、セミマル大臣、セミマル大臣、標的は茨城県の骨神温泉に移動しています。逃がすな、抹殺せよ。しかし列車の時のような無茶はたびたびはできません。あの町には数万の町民と常時数百人の旅行者がいます。骨神温泉の近くに何里細菌研究所があったな。はい、まさかバイオハザードの発生だ。目標をつかめろ。用意。レベル4ウイルスが流出。骨神温泉付近は汚染された。町は封鎖。最悪の場合分かっているな。しかし国家の安全のためだ。了解しました。どうなってんだか。俺、頭の中がパニックしそうだ。誰がこんなことを。お前の村も列車を攻撃したのもこの国の軍隊だ。なぜ罪もねえ国民を軍隊が攻撃する。奴らが攻撃したいのは俺一人さ。おめえ一人をぶっ殺すために。昼間も言ったが、やっぱり別れて行動しよう。まだ言ってんのかよ。どうやら俺の体の中には、目には見えないが奴らにははっきりとわかる刻印を押されちまったらしい。今この時もどこかで俺のことを見つめているに違いねえ。見たんや。ごめんなさい、彩香です。なになに、彩香ちゃん、あった。女風呂に一人じゃ怖くて、一緒に入ってもいいですか。マジっすか、マジ、マジっすか。好きにするさ。ありがとう。今度の敵も車現像のあなたのお父さんの仲間なの。今度は車現像とは関係ねえ。しかしこっちが避けてもあっちが諦めてくれそうもねえ。なんせ奴は神にでもなったつもりらしいからな。不完全な人間が神に。世の中に完全なんてねえ、たとえ神だってな。逃げて、車
来るわ。奴らが来る。奴ら。神になろうとする愚かな人間、必要以上の権力を持っているという意味では、ある意味クルマ現像より厄介かもしれないわ。ああ、余計な手間かけさせやがる。逃げて。小さな国なら滅ぼせそうなくらいの戦力がこの町を囲んでいる。今度の敵は大きすぎる。逃げて新一、逃げて。新一、どうした？私一体またマリアになってたのか。お前たち二人はしばらく西新宿のゴンのところにでも身を隠しといてくれ。あいつならかばってくれる。新一、おめえは車現像には関係ねえとしても、今回の敵を倒しておかねえと安心して本命を狙えねえ。とんだ寄り道ができちまった気分さ。先輩、売れっ子なんだから金余ってるでしょ。もう一軒おごってくださいよ。そうでガスね。バスへのストリップってのはどうでガス。なかなかの風情でガス。そうしましょう。なんでガスか。これはどこかで戦闘でガスか、うん、これはお風呂と戦いの戦闘をかけた高度なギャグでガス。あー、さすが先輩。矢でも鉄砲でも持ってきやがれでガス。解放者にはダメでガスよ。早くさん、早く。待って。奴らに冗談は通じねえ。ここは俺が守る。お前たちは早く行け。新一さん、彩子ちゃん、行こう。手間が省けるぜ。お前ら鉄の棺桶に入ってるんだからな。ズリャー。どうやったまげえか。ズリャー、ズリャー、ズリャー。信じられません。たった一人の相手に最新式のアーマードスーツをつけた機甲兵士一個師団が全滅です。やきゃらえ。人も家も証拠となる全てを。彩子ちゃん、マリだ。誰が。新一さん、目標は完全に消滅。貴様ら許さねえ。